よろしく頼むぞ。 オープニングからかなうん。だね。えー、今週もまたあれだね。一時試験の続きということで。えー、先週最新のアナウンスで確か54人だね。えー、もうすでに一時試験通過しているということなので、あと残り46人。一時試験は100人が、まあ突破できるって言ってたから、もうこれだけの人数しか、えーと、あと1300人以上いる中、えー、通過することができません。 で、その中、今ね、えー、この、デク君たちのクラス、これがどれくらいね、残っているのか、もしかしたらさ、描かれてないだけで、爆く君とかさ、クリアしている可能性もあるわけじゃんで、一番最初になんかクリアしそうだなと思っていた、トドロキくんが、意外と前回ね、まあ、苦戦するような状態になっていて、もうしかも敵の数10人だからね、この10人を相手に、トドロキくんが、 ま、この後どんな華麗な立ち回りを見せてくれるのか、えー、これに期待したいなと思います。で、一方、デクくんとか、お茶子こちゃんとか、セロくんとか、まあ、あとは、ま、つゆちゃんとか、ヤオモモちゃんとかね、みんな、あの、しん君くんの攻撃によってバラバラになっちゃってるんだ。で、その中、ま、デクくんは3人、3万ルみたいな状況になってるんだけど、早く合流する流れなのか、まあ、この少ないね、グループの中で、みんながみんなそれぞれ目の前にいる敵を倒して、 まあこの一時試験クリアするのか、まあそこもどうなっていくのかっていうのが、まあ僕的にはまあ注目かなと思います。さすがにここで落ちる生徒はいないと僕は信じています。けど、これだけハードな試験だともしかしたらね、仮面取れない人も出てくるのかな来きたーこれすごくないでかくするって。うん。 これ食料不足とかさ解決できるよねこの人の力で。で、これもタングステンでしょもうお金儲けもし放題じゃん。うん。うん。それそれ。だからこいつが一人でもこんななのにまだ9人さ、能力者がいて。 うーん。裏目に出たのかなここに爆豪くんとか来るかなお,おほほほ土と水かな忍者っぽい感じだね。黄色はあ分身うん。いや、いろいろ対応できるようになってるね。うん。で、そんな中勝てるのかいこの逆境 ま、それを跳ねのけたいんだろうね。うん。あれうん。一回退却うん。ああそこをうまく使うんだ。ああわざとあれだね、今。うん。えそれはこの爆発させるみたいな感じやるの え、いいのそれ。<laughs> 大丈夫うわあい <laughs> ったねけやっつけてるだけじゃダメなんだよね。あれ、当てないと。おいつの間にあもうみんな、カチコチうん。いや、もうこれ当てるだけじゃん。おー。あははきくん抜けた <laughs> こんな冒頭で、あっという間に。うん。うん、これからなんだね。てか、今回のタイトル、一年 A 組。うん、みんながどうなってるかだろう。うん。なるほど。あー、これはもうアウトなんだね。あ、残ってる人いるんだ。 うーん。これはお茶してるなんだ誰だこれなんかすごい偉い。おおすごうんうん。みんな。あ四4人でいるんだね。見たら全部わかっちゃうのてか。 すごくねこれ。官邸みたいな。あ、これ生徒なのあ試験官とかかと思った。え、ちょっとヤオモモちゃんみたいなお嬢様がいるんだけど。なんか仲良くなりそうだね、ヤオモモ。おー。え、あ,あ弱らしい。うんもう話し方も熱いね。 うん。あんま覚えてないのかなえなになになになんでそんな今、睨んだのあんな怖い目つきで。56。うん。ああ、探してるんだ。合流しようと。 もうこの4人でやるしかないんじゃないうん、急がないとだよ。うん。うん。同意見。ああ、けど、ここに来るんだよね、多分。あの人、あのセレブ。てか、能力バレバレだよ。あ、見てるから知ってんのかな、あれ。 前の大会を鑑定じゃなくて、そういうことかなうん。この4人の能力ならやれると踏んだのか。おー音えあーこれ攻撃なのかジローに対する。うわーあー、鼓膜大丈夫。 うん。うーん。来たー。俺、てっきりこれで見たのかなと思ったけど、どっちかなうん。女学園って感じかね。みんな女性で。今度は何これあーそういうこと。わパチンコでなんか飛ばしてんな。 うーん。賢い。完全に把握。うん。あと、いかにね、これまでに成長してきたかだよね。あの、体育祭の後。見られてない部分で勝負できればいいけど。それすらわかるのかなえ、行くのあああ <laughs> 狙撃された。うわうん。いや、痛そう耳とか。うん。えー、天才やん。てか、やっぱ敷屈、四季欠物だけじゃないじゃん。寒い。 ああ。うん。ああ、冷やしてる。ああ、こういうのも、うわあ、やばい密室でこれはやばいあうわ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 ,うわ。これなんか、下のフロア、開けれないオや、桃ちゃんとかの攻撃で。ああ、つゆちゃん、そういうの弱いだろうね。うん。ああ、寝ちゃったのふふふわうん。 ダメえー。うん。えあー、毛布か。うーん。いや、すごい知能犯だね。やばいやばい。いやいや、床はなんとかならないいや、もう罠でしょ、これは。 うん。もう行くしかないのかなうん。うん。あはは、かわいい <laughs> <laughs> うん。ええ。マジうん。 いやー、も,もちゃん頼むよ。うん。うん。うん壁ダメダメなの。うん。うーん。まあ、せめてそれね。やってもいいんじゃないうん。 もうやれることは全部やろう。え、どこまであんのそれ。へ <laughs> こんなところで優雅に。うん。えすげえ。そこまで。うん。 計算の天才みたいな。うん。名軍師だ。IQ! そういうことなのね。うん。へえ。え、ただでさえ。<laughs> じゃあ300。えなんじゃそりゃ。 あー、でない、みんなファンなのね。おおセクシー使わせられちゃうのかいや、これの上を行ってほしいな、ヤオモモ。何やる気かなあれやめたうん。同じ答え。 うん。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 二段構えというか、こっちが本命なんだね。うん。恐ろしい。 じゃあ、この二人でどうにかしないといけないのうん。うーん、時間経っちゃうしね。うん、てか、あっちもあの人数なんだから、このね、四人ばっかり相手にしてても。うーん。そこうん。 あったね、あれ。うん、レスキューああ、仲間を。もうそういう思考で考えると、うん。うん。あれ、なんとかできないのかなジローの。おほほほほほえうん。 てかもう、えへへ、まる、うん。何何作ったのってか資質なんだね。さっきも説明やったけど。何作ったいや、そううまくはいかないよ。 ああ、いろんな能力ある。いや、入ったらじ、おああ。あれはじゃあ、耳塞いでんのか。アンプだ。これ作ったのね。いやーこの至近距離で。んー 7秒ああ、気絶するまでの時間ってことえこれで、<laughs> いやー、けど、あの子はちょっと油断ならんと思うよ。あのボス。いやー、死んだふりじゃないけど、気絶したふりでもしてんじゃないあ、いそうあはもう <laughs> え中連れてったの おうおおおうおう1対1だ。うん。ええー、やめてやめて。おうん。おうん。せいかせいか。なんだああ、手錠。ああ、こっちもやってるね。ああ。 ナイス <laughs> うーん。信じてないやーそこはやっぱ有名はね。<laughs> それがあれか、今回のタイトル。一年 A 組なのかなうーん。ってか、みんなでくくんの。 影響。ああ、やっぱり、言った <laughs> 言うと思ったやつ <laughs> ああ。おい、おい何これああ。雷。うんー。爆豪くんと霧島くんだ。あ,あこの三人、<laughs> いいねなんか。 誰だ今なんかいたよえおな何それいいにこれメイドインアビス見てー <laughs> あ。あああいや、止血だ。60。うん。 ああ、まだここにいるんだね。飛び出す。うん。えいけるうん。ああ、その不協和音を狙うのか。うん、ここにも三人しかいないしね。 うん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 高速かはいはいはいトトロキ君もやってたよなコーラして。 ああ、うん。いやー、そう考えたの、弱らしくのあれすごかったね、この。落とすやつ、旋風で。<laughs> うん。あー、来てるんだ。えー、デクくん行くの。うん、高速。まあ、セロくんのあれがあればね、確かに。 うん。お茶子こちゃん、たくましいねいやー、頼んだよ <laughs> 嬉しい。今の一言口に出してほしい。そしてこいつ、あの気持ち悪いやつ、ちょっと、上昇不可かそれはメイドインアビスの。うん。 うん、いやー、みんな。うん。うん、なんか、<laughs> いやーね、頭でっかちな感じかなと思った、今。俺もよくわからねえ。えとどろきくんじゃないバックホーくん、そんなこと言うのお <laughs> うん。うん、尊敬。うん。やばい、やばい、やばい、なんなの、それ。うん。やっちゃえ、やっちゃえ。かっちゃん、行けあ <laughs> <laughs> もう喋らせたら便が立つね。いやー、爆豪君とやるのはどうなの強いようん。あれあ、オールマイトガムだ。あ、そういうの。いや、本物じゃん。うん。いや、本当よ、あれ。 心配うん。分かった。うん。二人、え、ディク君と、あとはうん。爆豪<語>うん。うん。誰だ まあ、デク君は間違いないよね。ああ、やっぱ、勝っちゃんだ。うわははは。<laughs> うん。う <laughs> ー。ああ。やったね。ああ、4人ともクリアしてる。いやーそれだけのあれがあるんだよ。うーん。<laughs> またここで <laughs>。わあもうそれ終わったかと思ったらまたね。アイザー先生の口から聞けるんだね <laughs>。熱い <laughs> わ。わあ頑張れみんな。いや、これはやっぱ全員クリアできるなこれ。 いや、かっちゃんのけど、あの、相手、あの能力すごいね。てか、あいつ周りにあんだけいるってことをさ、やっつけたというか、変形したのが、ここでクリアするよりさ、なんか、倒すことに意味を見出してるみたいな、そういうとこあるよな。なんか、ちょっとビランっぽいぜ。 いやー、爆クくん、痛い目見せてほしいわ。<laughs> あの子には申し訳ないけど。いや、てか、ヤーモモちゃんところ、いやーよくあそこ跳ねのけたね、あの逆境もうつゆちゃんが戦力としてさ、数えられない中さ、すげーよ、相手の IQ 考えたら。僕最初本当鑑定能力でもあんのかなと思っちゃったもん。 さあ。うわ、来た来た来た。うん。うん。ああった優雅優雅優雅も頑張ってるラッシュ ラッシュってどういうことこれは合格ラッシュってことでいいのかなそれともみんなのバトルがラッシュで続いていくよってことなのかなこちらにしても今のね、それこそザ沢先生じゃないけど一年 A 組のみんながね、やっぱ負けるとは思いません。えー、次回ね、えー、全員が一時通過できて笑顔でいるところが見れたらいいなと思いつつ、一週間続きを待ちたいと思います。えー、というわけでね、今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕の役者に対するコメントをお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。 以上では僕とつがお伺いしましたバイバイ